こんにちは。ね、ショールームのさ、うん、やった最近アップデートしてやった？最近やった。なんかね、変なフィルターとね、加工がついたんですよ。だいぶ前からだよね。え、そうなの？1ヶ月ぐらいなんかつめる犬とかつめる。なんか違う。デカめとか小顔とか。やってたでしょ。でもさ、フィルターさ、なんか変な犬じゃない？なんかすごい。そうなの？B612。 そう。あ、懐かしい。あったね、そんなカメラが。あ、出た、それ。お違う、教授が一緒、鬼になれ。あ、違う。これはこんばんは、こんにちは。だったねんころり。私、あれ見てるよ、ちょっと東京リベンジ。いや、もう目の向かよ。やばいよ、マジやばい。全部見たけど、なんかちゃんと見てないから全然話わかんない。見て、一個見てないんで。まずかっこいい。そこまでしか覚えてない。んなんか記憶なくしてベッド寝てる。結構ある、結構序盤だよ、しかもそれ。うん、まね、バカウケ工場行ったことある。そんなのあんの？新潟にね、新潟にある。食べちゃんじゃん。あ、そう。なんか言おうとした。たい焼きください。あげるよ。やな、本当に。やった。たい焼き、たい焼きください。どうやってゲットする？あ、はいはいはい。受け取りボックス？わかんない。みんな、今日3時から起きてんだよ。あれくらいはすぐ寝たでしょ、今のトライアン見てから。うん、私寝たね。どういうこと？3時から寝れなかったの、今。夜中の時。何時にラインしたっけ、最後。でも、6時。そう、6時くらいだ。6時から。でも、8時まで起きてた。起きてたね。急にライン返ってこなくなって。8時くらいまで起きてて。あ、これ視聴しないと。寝て、10時に起きた。起きたの？うん、で、10時に起きて、お風呂入って、来た。メイクして。心配だったもん、なんか。起きてるかなと思っちゃう。そんな気はさせなくなかったから。3時爆睡してた。みっちゃんもななちゃんもいるのかって。そう。みっちゃんもななちゃんもいるの。そうだよ。そうです。みっちゃんとななちゃんといます。田辺です。たい焼きありがとう。さっきみっちゃん言った、なんか可愛い髪型してた。田辺は、うん、今日は、うん、寝てました。田辺です。田辺瑞希選手権。たい焼きありがとうございます。たい焼き何分見たらさ、もらえる？早っ。って思った。え、それ何分見ないともらえないの？なんか一定視聴してください。何それ、何なんだ私、まあ、30秒見たらいけるかな。眠たい。ね、今眠くないけど、あとで絶対眠くなる。でまた今日早く寝たら明日はまた起きちゃうから、もうダメだよ。寝落ちも寝落ちしたくないようにさ。そうじゃん、上限。女ゲン、女ゲン、女ゲン、星投げた。やった、女ゲンらしい。明日は S の女ゲンです。そうですよ。あ、これもみんなに言わなきゃ。無料だって。無料で来れるのになんで来ないの？で、飛んできた10個。え、あ、来た。なんでカエルなの？あ、鈴木エナさん、たい焼き10個ありがとうございます。ね、さ、それちゃんに1回目でよくない？お肉に。いや、肉やらないのめっちゃ後悔してたの、私。うん、嬉しい。まだでも食べてない。食べてないっていうか、まだ届いてない。あ、アーミーはもらったのか。何やかもらってないって。肉は送らなかん。あ、そっか。え、届くの？届くの。いいな。もらおう、アーミーから。うん、やだ。なんでパーティーしよう。やだ。まあ、アーミーのうちで、うん、サムギョプサル。あ、サムギョプサルはいいよ。じゃあ、牛パーティー。お肉買ってきて、ちゃんと。ホットプレートある？ホットプレートあるよ。え、ないのね。じゃあ私のうち持ってきてよ。待って、担いでからかんの？車で。ふなのの持ってるのすべて使おうとするじゃん。家来てよ。いいよ。キムチが持ってるよ。あ、そうじゃん。びっくりした。人いたよね。ねなちゃん2位だよ今。すげえよ、すげえよ。ね、おいしい、おいしい、ね、もう一個持ってこればよかった。いいよ、食べる。ありがとう。優しい。お腹減ってたんだよな。
私たちこれも買ってきてあげたもんね、今日。もう毎日日の見ついてもらってばっかだ。ありがとう。なりみっちゃんです。そうです。田辺だよ。田辺はお腹が減ってるからかば焼き2個食べる。どんな種類かば焼き。バカウケだった。4文字しかあったのに。どんな間違いあれかと思った。かば焼きさんかと思った。思ったのか。4文字しかってなかった。何4文字。今日休みでよかったって。この配信のためにも落ちてないです。落ちてないです。ほうじ茶でした。今日も飲んでしまいました。あやが飲んでて美味しい。さっきエゴさんに目撃されてしまった私が今日も飲んでいること。今日ペアルックなんだよ。そう、今日マジペアルックだよね。眠い、やばい、眠い。昨日何時に寝落ちしたの？10時ぐらい。いや、寝れてるじゃん。目半に寝起きで3時に起きたの。2、3、5時間寝れなくて1回7時ぐらいに寝て1時間に起きたんだけど、眠すぎてもう起きたくない、起きたくないよみたいな衝撃に駆られた。眠すぎてね。あるよね、たまに。めっちゃ戦った。眠い、本当に眠かったの。よかった、起きててくれる。頑張って起きた。意気込みだって。山笠違うよね、私2人は。そういうの、えなまると一緒。私1回目の方。今日頑張ります。楽しみ楽しみ。久しぶりする。マジで久しぶり。1年半。1年半ぶり。2月だよね。うん、マヤの生誕ぶりなの。イナの方だよ。イナの方だよ。7月とか最後の日になんかマヤ写真撮ったの。なんか謎の写真撮ってもらった。しかも最後だからって言って。楽しみ。でもなんか他のチームの人と公演で会うの久しぶりだなって思ったけど、確かに青海はいなかったです。え、そう、青海いない2日目です。めっちゃ久しぶりだな、一緒に。そうね、ナイアンも。いや、ナイアンもいなかった。この話したじゃん今。だってさ、チャッフルとかやってたから。うん、あ、シャッフルで出たよね、アーミット。そういえば出た、ね、シャッフルで公演で会った。やっぱ12周年とかも。だから、エナマルとこれ一緒に出るのは久々かも。うん、誰がいるの。私の方にいない人だから。川島はある。いや、ライアンも出る。ココナとさやかちゃんどっちも。さやかちゃんナヤンこっちにいるよ。いつもだよ。ああ震えたナヤン。もう約束よとかで泣いちゃうんだけど。約束よ泣いちゃう。あれめっちゃバカバカバカクソいい曲だよ。なんか今日さ歌ってたの約束よ。もうありがとうね。そしたらさ、もうなんかねえ、でもなんかあれはめちゃくちゃいい曲。二つの道だな、なんか別れのなんとかなんかの、うん、でもさ、めっちゃいい曲じゃん。うん、ドゥンドゥン。辛い、あれ辛いよね。あ、なんか、アルクサビアもラスト、ラストサビとかになってけど、あ、もうすぐだ。やばい、本当に違う。もうすぐだ、もうすぐだ。悪魔が、悪魔が迫ってくるってなら。うん、本当に。わかるわ。最後までちょっとなんか感情のせきれられない。なんか約束、なんか涙引っ込むよ。ある意味逆に泣けるかもしれない。わかるわかる。今なんか怒んないかな。って思ってやってる。本当にいい気持ちが懐かしいよね。ね。本当にあの青の日絶対次の日背中めちゃくちゃ痛かった。本当に。あれを2回公演してた時、ね、考えてみ。しかもフラストレーションもやってたんだよね。あれが本当になんか一番疲れた公演の中で。あれを乗り越えたうちらは天才だと思う。フラストレーション、この石からのフラストレーションだよ。そういうとこあるのに懐かしくね。全然あんまりやってないよね、そういうとこあるのに。なんかよく息してたなって感じ。本当にもうね、大変だったよね。みんな髪の毛ボサボサ。しかもなんかさ、髪結べないじゃん、みんな。うん、だからさ、みんなストレートでボサボサって。懐かしい。やろうかな、今度。何それ、すごい。見せて見せて。
何それ、長え、あれペリペラ、あ、そう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 、今までなんか変わったアイシャドウ持ってるよね、メイクしてます、なんかちょうだい、もういらなくなったやつ全然家にいっぱいあるでしょ、家にある、ちょうだいよ、使ってないの、ちょうだい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 、メイク動画あげる、いや、いいや、なんでよなんでよ見して見して、これちょっと銀線ね、うん、これ片方なくなったからこうあげる、いらん、ほんとにいらない、度数ないと今見えないし、これ最近買ったやつです、え、待って、あ、あれじゃん、なんかインニストフリー、そう、緑だけど、なんかこれは、普段持ってるやつ何が違うの、これ、え、私それ今日持ってきたのにも、こっち、パウダーでしょ、そうそうそう、固形は何、変わんない、一緒でしょ、うん、なんか使いやすさなもんだけど、これあんまり使わないんだけど、なんかエゴさんが買ってたから買ってみた、綺麗な粉肌や、私も粉、今粉使ってる、うん、私はなんか直すときにみたいな、へぇ、あら、そう、そうです、うん、もう何にも入ってないよ、今日、でもこれが前髪使えるのに知って、そうそうそう、サラサラになるんだよ、最近知った、私もよく使ってる、ここにね、このでも公演の合間にやる暇ないんだけど、うん、本当に公演の合間、公演の時ってリップ塗り直してる、塗れない、塗り直さない、塗り直せない、ね、塗り直したい、それ、うん、え、あんま取れなくない、でも取れる、取れる、今の唇カッサカサ、途中から、そのやつやっぱいいリップだから、いいの、何使ってる、知りたい、ムカついちゃった、ちょっと知りたい、ちょっとムカついちゃったけど、何とかの見えない、あ、ブラックさんともう一つ、ドルガバじゃん、そうだよ、ドルガバ、ドルガバだから、ドルガバ、ドルガバ、知ってるねこんばんは、こんにちは、いいね、これはいいやつだ、たい焼き募集してます、いや、ロマンで、え、ね、でもね、え、なさ、あれ欲しいの、ケイトの、あ、アミちゃんがあれ使ってる、ガチでうちに売ってない、あれもいいらしいよ、え、何、誰、ケイト、ケイト何、なんだっけ、どこに売ってないよね、あ、そう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 、え、でもあれもいいらしいよ、メイベリンの新作のリップ、え、ね、メイベリンの下で使ったことある、メイベリンの下で、緑のやつ、え、わかんない、なんかキラキラしてるやつ、え、待って、YouTuber がめっちゃプチプチ、あ、そう、え、わかんない絶対、ね、みんなが知らない、みんながね、みんながキラキラ、みんながわかんない話してる、なんかしてたけどね、ダメでした、うん、私の顔には合わなかった、人それぞれです、え、調べよう、メイベリンのリップでしょ、うん、あれ、前、エリック、また焼き、トウワくんがなんだ、こうだっけ、あ、早いでやす、いや、何言ってたの、これそう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 、なんかナースのリップに似ててマジ取れないみたいな、うーんって言ってました、から気になっちゃって、私が気になってるメイク道具がディオールのコンシーラー、コンシーラー、え、ディオールもいいとは思うんですけど、違うとこ、どこだっけ、コンシーラーって言ったらあそこでね、めっちゃなんかバズってるかね、ディオールのコンシーラー、あそこだよ、有名なの、どこだっけ、名前忘れた、何思った、ナーズかなと思った、名前忘れちゃった、毎日毎日雑誌を作ってる、私も一緒、の上で枯れて嫌になっちゃうよ、 1.5、 あ、それが欲しい、欲しい、えなちゃん3位やん、そうだよ、えなちゃんで、ここにいるえなちゃん、カエルのヤナちゃんがいます、忘れちゃった、でもなんかたい焼きくれた、ヤナちゃん、ヤナちゃん一回イヴ・サンローランの日にイヴ・サンローラン何か思い出してない、え、でもイヴ・サンローランのさ、うん、ファンデーション欲しい、下地じゃない、ファンデーションめっちゃいいらしいよ、うん、もう食べちゃった、かわいい、何かね、だからかわいいなんじゃねえダメだほんとに、大丈夫、さっきからバカウケのことをかば焼きさんって言ってます、よくないかば焼きで、あ、ありがとうございます、たい焼き取っちゃう、マスクします、いや、になっちゃうよ
たい焼き何味が好き？すごい浅くね。うん？何味が好き？たい焼き？うん。カスタード。あー、いいね。うん、カスタードとあんこ以外あんの？たい焼き。え、チョコとか。え、何それ青のりチーズだよ、そんなのある。違う、地元の家の近くにたい焼き屋さんがあるんだけど、うん、なんか美味しいんだよ、青のりチーズがあるの。そんなの聞いたことがありませんね。買ってきてやばくなってさ、東京から運んできて、こうやってあったかいの。え、食べたい食べたい食べたい、あれ食べたいんだけど、なんだっけ、クロワッサンたい焼き。何それ、え、ないの？なんか大須にあるんだって。まだ歌えるよ、どっかで。大須のさ、お団子屋さんの前にない？団子屋さん、お腹の音。え、あの、タピオカ屋さん。うん、クロワッサンたい焼き。で、これって見ていいの？うん、でも記録つくよ。それってダメなの？既読ついた、うん、いいこと、うん、既読つくことっていいこと？じゃない、嬉しいってなるんだね、あの人。うん、全部見てるよ。知らん、見てる。誰かわかんないけど、勉強頑張ってるのかな。頑張れ頑張れ。いや、って何それ、私と一緒のことしてるじゃん。ちょっと重いんだけど。見て、好き好き大好きってのけてくれてる。ほんとだ、かわいい。好き好き好き大好きってのけてくれてる。スキン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 。見たことあるぞ。あの人たちめちゃめちゃ。歌、キミちゃんが歌ってた。上手だよ。うん。すごい。喜びに変わったんだ。ってやつね。ってやつ。キセンとキセンだよ。私は黄色い子が好きです。スキンスキンスキン。びっくりした。予想よりも声が出てる。やめて、自分の声の大きさわきまえて。ごめんなさい。自分の声の大きさわきまえてください。ごめんなさい。自分の範囲を超えました。よくあるからね、あんが。自分ここまで写真写るのもちょっと考えられないからね。人の後ろかぶっちゃう。かぶっちゃう。今写真撮るときに人の後ろにかぶりがち。ちょっとかぶりがち。写りたいがために寄りすぎて人の後ろかぶれちゃうから。真ん中狙ってくるから。そういう人なんです。好き好き。好きと言ったら好きだと答えて。何ですか？好き好き好き。好きあ、それこそ何ですか今言ってるのは。ゴジラ、ね、すごい、なんかぷくって見えるらしいよ。筆でこのシーラー塗る人、メイクさん以外に初めて見た。でも大事だよね、メイクさんの真似するのって。か雰囲気から入んなきゃ。なんかなくなっちゃうな、大丈夫ないから。でもいるよね、K-POP の方々ってみんなさ、うん、シーラー目に塗る。明るい、でも明るいコンシーラーだよ。これ明るくない？でもコンシーラー目、涙袋結構ぬるくない？そうなの、うん、そうだよ、今流行ってる。メイク動画とか見てると。え、そのメイク動画めっちゃ出てきた。誰かたこ焼き好きな人おる？食べない？だって。え、誰？ファンの方？メンバーかと思って。本当にガチで取りに行こうと思って。食べたい。たこ焼き好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 き。グリグリしてる。ないんでしょ。なんかメイクポーチ持ち歩くの好きじゃないんだよね。え、それ全部？うん、これだけでできるのメイク、うん、すごい。できるでしょ。私めっちゃでかいんだよね、メイク。なんでみんなメイクでかくね。みんなにびっくりされるぐらいでかい、うん、これでかくね、意外と。でもえ、いい、私本当にでかい。もうね、このくらいね、あのピンクの。そう、生まれまだ公園に置いてる。今やれないの？今見せられないもの選手権。見せられないもの選手権でしょ。いいよ、いくよ。あ、いやでもあれ。それはいける。いけないでしょ。ちょっと恥ずかしくない？ちょっと恥ずかしくない？無理。見せられないもの選手権。ちょっと恥ずかしいよね。なくない？あ、これダイソーのやつ？うん、なんかケミちゃんが使ってた。あ、ご飯あった。いる？これめっちゃ美味しい。
ね、シャキケンピのケンピみんな好きだよね。めっちゃ美味しいよこれ。これおすすめ商品です。私たちがみんなのことほっとくからみんなコメントしていけながらごめんね。栄は名古屋のど真ん中。やばいな、正解。それあれじゃないの、渋谷は日本なんだっけ、東京。そうそうそう。あ、どこまで行っても、どこまで行っても渋谷は日本の東京。それそれじゃないでしょ絶対。こんばんは、こんにちは。待って、時間大丈夫なの？大丈夫、余裕でした、うん、ちょっと一回踊っていい？いいよ。流さない、自分の音楽でいいか、うん、歌ってたら分かったよ。ワン、ツー、スリー、フォーって分かってね、分かった、うん、ちゃ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 ん、いや、歌ってねえよ、こっちが。やめないよ、あれなの知らないよ。絶対分かんないもん。わかるかもしれないじゃん。絶対今のところでわかったらね、天才。なんか SKE のスタッフした方がいいと思う。芋けんぴめっちゃ美味しいのでおすすめです。うわ、いい匂いしろ、うん、すごい、そんなところまで届いたなんて。うん、香水、うん、ヘアミストですよ、これ。あ、たい焼きがくれた。白のさ、香水欲しいね。何の匂い？何が好き？ホワイトリリー。あ、私がやったやつだ、今。本当？うん。あ、たい焼き、すごい！いっぱい！ありがとう。白はホワイトリリーの、これは、あれ？これはヘアミストですね。エゴさんがくれたやつ、去年の誕生日に。なんか誕生日のときに使うの躊躇しない？いや、わかる、うん、もったいないよね。もったいないって思っちゃうけどさ、使わなきゃいけないよね。ね、セブン入れのスイーツしか買ったんだね。セブンのさ、チョコットリラックシュー知ってる？え？チョコットリラックシュー知ってる？知らない。濃い、あ、そう、この子やっちゃいますかみたいな。あー、今食べれなかったんだよね。今ね、出てるんだよ、また出てるんだ、復活してるの。大人気だったもんね。うん、めっちゃ美味しい。なんか私はなんか2回目に出た時に食べたんだけど、初めて。そう、めっちゃ美味しくて、なんか最近また売ってるらしい。こんにちは。まつげあげるの私もさ、今日全然できなくて、まつげパンもまたするか迷ってる。してみたい、まつげパン。でも今絶対まつげ抜ける時期なんだよね。そんな時期あるの？そう、なんか買い替わりみたい。まつげパンもしようかな。そういうのさ、癖なんだよね、鳴らしちゃう。ちかこさんがめっちゃやるイメージ。そう、ちかこさんめっちゃやるね。ヤンソン先生って基本指パッチンしない？私の保育園の先生やってた。指パッチンできないよね。私もできない。今日この後なんかあったっけ？えなちゃんがゼップ、ゼップの配信します。オッケー、もう一個1曲目終わったみたい。難しい、それ私長らくやってない。ねえ、今の無双になって2番なんだしね、これ。2番やったことないかも。たい焼きくれた、ありがとう。この間めっちゃうまくいった下まつげ。あとで写真見てほしい。あゆこさんみたいな下まつげ。ああ、綺麗だね。今日、なかちゃんの生誕祭だよ。おめでとう。おめでとう。何歳？ね、確かに何歳だろう。いや、もう2個下。
15? 高1? だっけ今高1だよ。じゃあ早いですね。16か16、ほんとだ早いですね。だってさ、私がさ、スキー入った時高1だよ。やばいよね。いや、今は高3だよ。今やら高3だ。私、アーミーが入った時よりも、え、どれもくない、どれもくない、ゆっくり。で、今中3とか入った時、ももたんが中3。ももたんが中3はちょっと悲しい。ハッピーターンじゃなくて、これバカウケのやつ、これ。次さ、こいつって僕のももたんが、やばやば、今日からイノセンス歌えるんでしょ、長坂。そういいな、歌えない時期なかったからな。それな、あったわ。あったのね、生まれ実はの時、途中まで歌えない。ほんとに意外。いいな、こうやって、ね、練習の時絶対こうやった。煉獄さんって何？どれ？煉獄さんってどれ？パパの歌。いないけど。でも、じゃあ出ませんでした。どこに？煉獄さんいるでしょ。うん、炭治郎はそれ、やる側にいるの。煉獄さんじゃ。あ、そうだ。桃田が高校生。映画見たの？結局見た、3回見たよ。やば。なんだっけ、あ、こう、あ、いや、マジ気にすら興味なさそう。見てたよ、ちょっとだけ。なんか見たけど、7話ぐらいまで見た。早っ。眠くてやめちゃった。あ、ね、あ、あれ、わかんなくなっちゃった。胡蝶しのぶさんはいない？いない。出なかったです、胡蝶しのぶさんは。こんばんは、こんにちは、か。ホットビールは使ってる？使ってる。パナソニック？なんか適当に買って、なんか何でもいいよって言われたから。何のやつだろう。パナソニックってでも高いやつじゃないの？結局これ買った。あれ、いいやろ。オッケー。え、赤のやつ違った。熱くなっちゃったよ。あ、え、それ持ってる。へぇ、それはやった。はい、今から青春ガールズの振り付け講座したいと思います、はい、まずこれはですね、鼻のこの高さですね、肘。なんかあったね。で、ここから肘は、あの、動かさずに、ここだけここに下げます。はいはいはい、以上。これでやります。でもイントロ完璧と。で、ゴーゴーゴーやクレイジーボーイ、2、3、4、5、ワン、ツッ、あぁツッて持ちます。ファイブじゃなかったっけ。え、ちょっとその辺は微妙。1,2,3,4,5,6,7,8。 ほらほらほら、なんかめっちゃ揃えたわ。めっちゃ覚えてるな、そこ。なんかこの間休憩ラインを振り返って見てたら、なんかそこの定点が毎回送られてきた。5,6,7,8。 懐かしい。ジェップツアーのブレスレット型ペンライト2個購入したよ。え、2個じゃ私のシャイリーも売れない。足りない。あれ、じゃあ少なくともアーヤのサイリウムじゃない。そうですね。でもちなみになのは2本で足ります。いや、もう2本で足ります。あれ、じゃあどっちかだね。青かな。いや、青2本で。でもなんか可愛くない、あれ。可愛い、うん、てかいいよね、手叩いてくれるのさ、ね、でかくない。でもそうやって考えられてるんだよね。そう、感動したからマジ涙一滴出た、普通に。ね、あれさ、やった、あの、あれ何個食べた？いや、もう1個だった、結局。やば。でもめっちゃうまくいったんだよ、最初。こういうやつ頑張って。今日金曜日なんだってさ。え、ゴミ捨ての日だった。あ、そうだよ、今日。早く忘れるといつなの？火曜日。今日ジッパーの日なの？18とかじゃないか。
ジッパーってこと。ジッパー。ジッパーを学校のさ先生でさ10分を10分って言う人なかった？いた。50分みたいな。そういうことじゃない？ジッパー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 みたいなね。了解？どっから声出した？でも10月に違いってことでしょ？それ毎月ってこと？ね。あ、そうだね。月1って書いてあった。めっちゃ多い。今日何の日だろう？なんか見たの？なんかの日だったって。なんで見たの？あ、違うわ。昨日だ。おにぎりの日だって。へえー。昨日？今日もおにぎり、なぜ？おにぎりを人類が初めて作ったんじゃない？18日に、うん、それはマジで本当にみんな感謝した方がいいよ、今日で一礼した方がいいよ、みんなおにぎり大好き、おにぎり大好き、コンビニのおにぎり大好きなんだけど、何が好き？私が最近ハマっちゃうのはたらこ、ずっとたらこ、金ごまなめしみたいなやつ、ね、それは今日あれ食べたら枝豆ひじき、そんなのあるの？へぇ、ね、55分になったらおかしい、いいよ、あと1分で気持ちいいよ、気持ちいい、また起きたくない衝動に駆られそう、普通に、かわいい、夏服買おう、夏服欲しい、本当に服欲しい、なくない、なんか今の時期の服ない、全部ノースリーブノースリーブ着てくと思わないな、夏乗り越えれないからさ、頑張ってさ半袖着ようとしてるけどない、半袖逆にノースリーブ持ってないわ、うん、持ってない、ノースリーブ衣装でしか着ないそんなことないだろ、ノースリーブは、ね、世の中のみんな着るよ、なんか口真夏しか着ない、肩まで出すさ服衣装でしか着なくない、うん、あ、55分だよ、あー、着たくない、いってらっしゃーい、あー眠い、やばい、行ってくる、あげるこのゴミ、ね、めっちゃゴミ集まってきたんだけど、私のところに、はい、ゴミ箱で撮ってるから、そうだ、ゴミ箱で今やってるから、行ってきます、ここにいるね、うん、さよなら、頑張って、たい焼き集めとくね、たい焼き頑張ってね、ありがとう、たい焼きゲットするんだよ、ありがとう、応援ありがとう、ほうじ茶飲んで、なに、ね、ほうじ茶のスタバのやつ美味しかった、うん、で、まきこさんが言ってたさっき、美味しかった、飲みたい、どんな感じ、甘い、うん、なんか説明できん、お茶ミルクティー、うん、全然茶感じなかった、ほうじ茶感ないの、あるあるある、飲んでみたい、今度飲もう、ミルク、ミルク系、なんかさ看板あるじゃん、お店の前に、うん、あそこになくない、ほうじ茶だけ、2個しかない、だからないのかと思った、まさかやだだん、やば、えなちゃん8位になってる、落ちちゃった、まだ壇上にいるんだ、セーターTシャツ頼みました、ありがとう、椅子だけ動いてるの怖いって、そう、今心霊現象怖い、やめてそういうこと言うの、この部屋にもう私しかいないのに、私のテーマ箱にあるのに、やめてよ、でもさ、本当に幽霊とかって見たことある人いないか、なんかさ、昔さ、幽霊見たことなくても見たっていうの流行ってなかったなんかお化け見たみたいな、そう、なんかトイレの花子さん、花子さんが返事したみたいな、懐かしい、トイレの花子さんやったことある人、あるある、私3番目のトイレ絶対入れなかった、なんかさ、3番目のトイレ説と奥から3番目説なかった、いや、奥から3番目です、なんかな、でもなんか絶対人生で一回はやる気がする、コンコンコン、いや、ないのかな、やったことある人、本当の心霊、
なんか経験したことないな。あのさ、なんだっけ、犬鳴村見たことない。あー、見たことない。聞いたことはある。なんか TikTok でたまに出てくる。そういうとこ行ったらガチで怒るでしょ。え、気になる。あー、なんか TikTok で出てこない、たまに。なんかここは絶対いるみたいな。トンネルとかでしょ。あ、そう。なんか神社の奥の細い道とか。暗いとこってそう思えるよね。うん。劇場のお化けは見たことある？劇場にお化けいんの？やめてよ。でもなんかさ、話すとさ、来ますみたいな言う。そうなの？言わない。でも劇場ってさ、なんかみんな一緒だしさ、うん、夜に行くことないから。ないね。そんなに平気。あれ見てる？世にも奇妙な物語とか、本コアとか見てる。見れない、怖くて。私もずっと見れなかった。ちょっと待って。うん、いやだ、こんな話したい時に一人になったら怖いんだけど。ちょっとちょっと誰か楽しい話してください。それか、たい焼きください。たい焼き、こんなところで急に一人にされたら怖いんだが。でも隣の部屋にナオさんいる。あ、たい焼きくれた、ありがとうございます。そう、やめて、楽しい話して。そう、たい焼きで怖さが紛れるんだ。あ、たい焼きくれてありがとうございます。恐怖のたい焼きの話する。え、恐怖のたい焼きの話あるならしてください。ちょ、それは聞きたい。恐怖のたい焼き、あ、たい焼き、優しい、たい焼きくれた。でもなんかテロップにさ書いたらちょっとさ、あれじゃない、なんかあれじゃ、なんだっけ、なんて言うんだっけ、これの画滅、画滅すぎない？画滅すぎない？テロップに書いたら、まあこの間書いてたんだけどね。たい焼きの中は私は青のりチーズが好き。でも今クロワッサンたい焼き食べたい。あ、帰ってきた、帰ってきたよ、帰ってきたよ。髪の毛伸ばしてます。私も伸ばしてます。伸ばしてんの？なんかさ、結んだら伸びそうじゃない？伸びてる。なんかでも最近私はどうしても伸ばしたかったんだけど、うん、すごい最近短い方がいいよみたいな。え、短い方が好きやん。すごい言われるからちょっとみたいな。でもさ、ヘアアレンジができないんだよね。まあね。カイニャンの何カイニャン？でもさ、もう一回伸ばして切ることはできるやん。うん。エクステつけたい。でもあれでしょ、もう年エクステもダメなの、高校生って。あ、そうなんだ。でもね、なんか大変そうだよね、エクステ伸びたな。みんななんかキウキ、みんな髪伸びててびっくりしない？さやかちゃんとかさ、ココナとか、ココナとかさ、なんか長くてびっくりする。長坂が長くてびっくりする。あ、ねえ。でも切って可愛くなった。可愛いね。なやは髪切ったらしいよ。あ、そうなの？気づかなくて怒られた。じゃあ今度知らない。そうだよ、言って、言ってね。みんなも知らない、私が言ってたって言わずに髪切ったって言ってみてください。ショールームって髪さ、この辺までしか映んないからさ、わからんよね。髪の毛舐めてほしい。こんにちは。この配信はアワミが戻ってくるまで
やります。はじめまして、初見だって。やっぱさ、この時間ってさ、普段ショールームしないからさ、うん、初見の人がいる。いいことじゃん。はじめまして、岡本です。最近の JK は姉って言うの？言う？何？なんか姉みたいな。姉？言わない。私も言わない。なんか姉はまず言わないの。姉って私、なんかあんま好きじゃない。それなんかはいいけど、どういう意味か分かんなくない？姉って、あ、そういうことね。姉みたいな、そういうことって言っちゃう。なるほどね、なるほどですね。なるほどですね。わー、さりげないメール。シン、あ、偶然ですね。わかりやすい。おやすんじゃいます。息吸えなかった気に自信なくなる。なんかさ、2 言いづらくなる。でさ、そう、3はさ、息吸えるのにさ、あのチュリさんのとこ、あの偶然予想多い。いいの、あとに。そう、そこさ、できない、私いつも。もう、だから、顔やばいよ、もう絶対と。あ、違う違う。偶然予想多い。待ち伏せしてご。ご、挨拶とかたまになっちゃう。ね、そう。か、めっちゃ最後苦しそうになった。そう。もう本当に、きつい、あれ。なんであそこだけなんだろう。水、ね、ケビョーで、違う、2番なんだっけ、3、久しぶりに会うはできるのに。ここもいけるもん。うん、なんでそこだけもいけるの。あ、でも2、不安にさせたらもあんまり、なんか1回できなかったことある。じゃあ2が難しい。2、不安にさせたらら大事なものに。え、でも2はなんか2っていうか2っていうか迷う。え、2って言っちゃう。つー、いや、どっちなんだろう。ね、つーかも。でもなんかさ、前さ、うん、ぶりっこで言うみたいな。あったね、やってたね。チューってチュリーって言ってた。面白かった。こんばんは。そう、息吸うポイントがあるんです。あと私たちの前田の初日かな、いつかのさ、支えの一緒の通りの、なんだっけ、おーもー、あ、そう、おーもーよ、なんだっけ、みーみちもおーすすめず、なんか、おーもーよにがどうしても声出なくて、二人とも声出なくて頑張ってた。だからめっちゃこうやってアップ下げてやってた。おーもーよってなってた。めちゃめちゃ待って、初見ありがとうございます。この間できたよね。できたね。ちゃんとね、うんって言ってたよ。うーん、もう、ユニって。ねえ、ロメンテよ。うーんって。なんか、うーんって言ってから、低い音出すと出やすくなるみたいな。教えてもらう。でも私、あれができない。なんだっけ。一気に盛り上がって、人まで持ち込みましょう。なんかそこの音がね、どうしても言えなくて。歌ったことない。6人の時に1番も2番もそこだったの、だからどっちもできなかった。こんばんは。この間のラップの2人だ。ラップやってるの？うん。あ、そうなんだ。思い出すね、今回もあの時なんか手どうしたらいいか分からなくなった。最近ずっとこうやってる。うまいですね。バイタギメン、お袋はまだ戻っていて、うん、I choose advance、 yeah、 my business don't stop、 自分磨ききれない、 I need to go、 胸張ってあなたに会いに行こう。楽しいです。月公演は楽しいのでぜひ来てください。ビンゴビン、あなたに
後の注目ポイントは1,2,3,4 です。こんにちは。すごい音鳴ってるんだけど、だろ、おーおーおー、チケットピアでの羽田の昼当たりました。おめでとう。羽田ゼップじゃない？あー、東京、東京さ、なんか結構外れたって人結構見かける。なんかどっちかじゃない？博多当たってるから。あ、そうなのかな。まだ全部は終わってないのかな、ね、うん、こよちラグのラップは、こよちラグのラップってどんなんだっけ。かっこつけてもか、かっこつけてもしょうがねえじゃん。近くに入れます。あ、ドキドキ。ゴールラーで嘘なんかつけない。ダムせやしな。こんなに分かりやすいのよくたった。大好きな人あれだってわかるだろう。こよちラグ。やっ。やっ。福岡行く飛行機取りましただって。え、福岡飛行機かな、飛行機かな、飛行機だって。いいね、久しぶり飛行機。飛行機かな、博多。博多楽しみすぎる。美味しいものを食べれたらいいな。そう、でもK2 は名古屋はないんですけど、配信がニコ生さんであるらしいので見てください。元気ですよ。福岡飛行機じゃないとかあります？え、でもさ、握手会の時さ新幹線で行ったんですよ福岡。意外とそんな、でも寝てたからかわかんないけど、そんなです。明太子、明太子絶対美味しい。でも明太子私辛すぎると食べれないんですけど。辛いのある明太子。明太子って辛くない？おにぎりのたまに辛く。うん。たらこがいい。たらこがいいです。こんばんは。はじめまして。もつ鍋食べたいけどさ。ケータリングでもつ鍋って絶対ないよね。しかもこのご時世だし。もつ鍋食べたい。どうにかして食べたい。どうにかして食べたい。お土産で買ってきて、名古屋で作ればいいのか。からし明太子と明太子って違うんだ。違うんじゃん。からし明太子が辛いのか。へえ、明太子難しい。さあ、このご時世なのでね、ご飯もきっといけないだろうし。たい焼き、ありがとう。眠くなってきたんだ。眠くなってきたのでたい焼きください。目を覚ますために何か取り入れをつけて。楽しみですね、ゼップ。自炊しますか？しません。この間でもなんか洗い物があったから多分自炊したんだと思う。なんだっけ、何したんだろう。でも今お家の冷蔵庫に卵あります。いてててて。あ、聞こえた、優しい、ありがとう。やばい、
なんか話しましょう、眠いから眠いから食べた記憶を、え、何の話してたっけ今すごい美味しいやつ、え、何の話してたっけ今、何の話してた、すごい記憶にご、あ、自炊したやつだ、自炊した話だ、何だっけ、何か作ったんだけど忘れちゃった。最近ハマってる食べ物は鶏肉です。めっちゃ鶏肉って美味しくない？美味しいよ。なんか焼き鳥とかの鶏肉、あとお弁当でこの間食べた鶏肉がめっちゃ美味しかったです。にもなんか煮てあるやつ、確か。寝てもいいですよ。え、本当に寝てもいいんですか？寝て起きたらもしかして達成してる？そんなミラクル。ZEP配信あるので見てください、みんな。何をするんですかね。今何時だろう。最近公演の時のお弁当が変わったって噂を聞きました。でも毎回結構違くない、お弁当の種類。お弁当は毎回なんか 4つぐらいの会社かなんかのローテーションしてきます。え、なんかいっぱいたい焼き、嬉しい、お疲れ様。お弁当ね、お弁当私作りたいんだよね。お弁当作って持ってきたい。最近さ、ゆずさんがさ、うん、おにぎり作ってさ、握って持ってきてるの、可愛くない？お弁当食べたいな。ね、美味しいお弁当だと写真撮っちゃう。困っちゃったわ、なんか。まあ、最近食べて美味しかったものは何？何食べたの最近？なんだ？今1172個だって。何個なの？2000。あと半分ぐらいで。お弁当何入ってたら嬉しい？私は。うん、鶏肉か、なんか漬物、しい漬物が入ってたら嬉しい。なんだろう、一時期サバが好きだったんだけど、うん、なんか公演前にサバ食べるとさ、やばいよね、一生お腹の中にサバがいるからちょっと公演前に食べるの、自己紹介虫ぐらいで、え、そう、来る来る、本当にケーツK2 ぐらいの時にもうサバがね、胃の中で泳いでる。携帯の充電がなくなる。充電器ないの？うん、下にある。うわ、めっちゃね、早い、急速充電でしょ、超早いよこれ。でもこれ寝る時に使ってる、うん、それしか持ってない。泡が楽しみ。泡が練習しないとだよね、うん、結構さ、なんか接風のさ、うん、近くなかった接風の時間、次の次そう、だからちょっと練習しないと。なんかさっきなんか曲聴いてたんだけど、うん、意外と覚えてなくて焦った。嘘でもやったからな、6人の時。あ、そっか、そう、羽田の2日前だって。大丈夫かな。羽田の2日後だ、1日、やば、みんな大変だ。伏見にサバの専門店あるの、すご。魚？サバの専門店だって。ありえない、青いバラなんて、あれ、バラ
かない。そうだよ、サバがマジ泳いでる体の中で。眠い。なんだこの前すっごい美味しい料理作ったって言ったのどんな料理ですか？ですね、まあ、私が作ったっていうとちょっと語弊が生まれるかもしれないんですけど、まず私がやったことはそうめんを茹でます、うん、そしてお皿に出します、うん、そこでコンビニに行きます、うん、コンビニでジャージャー麺の元ってジャージャー麺の具を買います、うん、それをそうめんにかけます、うん、終わり、うん、これマジで美味しいから本当に本当に美味しいからぜひやってみてください。でもそうめんのレシピだともう一個美味しいのがなんか納豆、アボカド、うん、なんだっけ、めんつゆ、マヨネーズ、うん、あと何入れるかな、なんか入れて混ぜるのがめっちゃ美味しい。納豆、アボカド、そうめんみたいな、おすすめです。めっちゃ美味しい。そう、そうめんとジャージャー麺めちゃくちゃ美味しい。そうめんいいよね。そうめん家にいっぱいあるからたまに茹でてる。え、そうめんのさ上にさ冷しゃぶみたいな、豚しゃぶ冷しゃぶとかきゅうりとか乗せて食べたい。天才現る。そうです、そうめんってレシピ知られたら絶対いっぱい出てきそう。確かに。え、なんかさ私前そうめんせんべいみたいな、そうめんの麺を切って細かくして平らにして焼いて薄くね、うん、ひっくり返してなんかパンケーキみたいな、そうめんの、なんかね美味しいやつがあったんだよね。そうめんいいよね。でも私これ全部レシピ自分で考えたわけじゃなくて、なんかインスタで出てきたやつえ、だってさレシピ自分で考えるのすごくない？すごい。そんなのできないんだけど。でもなんか今レシピに沿うけど、なんか適当に作っちゃうやつ。全部それ通りにやっちゃうな。だからなんかさ、そのためだけに買った調味料とかがさ、いっぱい家にお酢とかある、みりんとかある。お酢ほぼ使ってないね。お酢料理酒とかある。みりんとか料理酒ってさ、入れたらうまいって言われる。ね、でも違いわかんないよね、絶対。なくてもわかんない。なんでいるんだろう。知らん。すごいね、なんか料理考える人ってすごいね、そう考えると。こんにちは。肉じゃが作れって言われた。怖いよ怖いよ、肉じゃが作ったことない。お酢はあんま使いどころない。いや私お酢めっちゃ使うよ。料理酒違う、お酢はね何にかけても美味しいから。カレー作ったことない。ハヤシライスならある。最近はしてない、なんか自粛期間にしてた、うん、私が今まで作ったものの中で一番家庭的だなって思ったものは、うん、白菜と豚バラのトロトロ煮みたいなすごくね。しかもこれはすごいところが、うん、クックドゥとかあるじゃん、元みたいな、うん、あれを使わずに全部自分で調味料を調合して作ったの、まあ見たんだけどレシピすごいでしょ。オムライスも作ったことある。なんかさオムライスでね、うん、卵を目玉焼きにして作ったらどうなるのかなって思って、うん、作ったらばっかまずかった大丈夫でしょ。めちゃくちゃ美味しくなかった。あわやとえなたんの愛用コスメ知りたい。愛用コスメ教えて。えなの、うん、なんだろう私の愛用コスメは。愛用コスメで難しいね。難しいね。どこにとかによる。でもないと困るのは、え、1個しか使えないって言ったら何使う？アイシャドウ。アイシャドウ？嘘。
何使うの？え、リップじゃない？え、だってアイシャドウじゃない？え、アイシャドウ？アイシャドウ？だってさ、アイシャドウでさ、ピンクっぽいのさ、ちょっと入ってればさ、頑張ったんですよ。あ、そういうこと？そしたらアイシャドウパレットとかでも何でも。え、そう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 。だから。そこ眉毛も描けるよね、アイシャドウは。でもそういうことね。なんだろう、でもずっと使ってるの。たい焼きありがとう。ヒロインメイクのから。あ、え、私もそれ使ってる。一個しか、じゃあ一箇所しかメイクできないってなったら目。目、そうなんだ。マスクしたけどなって。やば、それはちょっとマスクしてんなら、え、でも眉毛かもしれない、目より。嘘、眉毛さ、ないからさ、自分つげあるから。あ、いっぱい、たい焼きありがとうございます。目か、私でも自分のメイクに欠かせないのキラキラ。へー、私なんかキラキラあんまりしてないんだよね。えなちゃんは、なんか今は知らないけどピンクメイクのイメージ。嘘、ピンクのイメージ。なんか赤っぽい使うの。うん、でもさ、ショールームとかさ、うん、メイクしないでやるときリップだけ塗ったりしない？するだからリップかなと思った。ナイスチューミーちゃん、この歌聴くと懐かしい気持ちになるな。たくさんの人の中巡り合えた奇跡、感謝してる。今何時ですか？5時25分。ありがとうございます。日本語を勉強してるんだって。すごい、なんか海外の言葉を勉強するのすごいな。今でてセコンセコンジューセオ。ラムネの飲み方、私は去年の年末のカウントダウン公演を思い出して泣きそうになります。ナイスミーチュー。カウントダウン、来年、今年あるかな、カウントダウン公演ね。あったら私もう出れるんだよね。ああ、出れないわ、ギリ。そう、アンダー18あと1回できると思ったけど、去年できなかったからな。英語喋って。ハロー。ミッドナイトじゃなくてカウントダウン公演です。年末の。でも夜中に劇場出すってどんな気分なんだろう。楽しそう。ナイスチューミーちゃん。もうね、ずっと聴いてたこの歌。カウントダウン。落ちそう、これ。去年のカウントダウン、なんかさ、DMM 用に撮らなかった？10、9みたいなやつ。あれって流れたの？流れたんじゃない？え、みんな見た？なんか見た人いるのかな？なんか。あとさ、なんか今年もよろしくお願いしますみたいな。それは見たよ。そう、それは見た。それはあったけどさ、なんかアーカイブかなんかあったけどさ、カウントダウンってさ、見た？みんな見たの？あれ確かあれ見た人いるの？本当に見た？私何してたか覚えてる？リアルタイムでしか
やってなかったのかな。確かに。え、じゃあ一人のしか見れないってこと？あ、そういうこと？え、年越してから見たって人もいる。でも、え、私のやつ見た？なんかさ、みんな反応がないからさ、うん、見てないのかなって、なんか結局やんなかったのかな、出さなかったのかなと思って、うん、ツイッターに載せようとしたの動画を、その、うん、そしたらなんかやめてくださいって言われて、忘れなかった。結局見たのかな。見たらしい。私の変なやつね。タイムラグが思ってたよりあったね。あるよね、 DMM って。なんか私が DM カウントダウン出ない時に家で見てたんですよ、そのカウントダウン公演を。で、私はそのカウントダウン公演を見て年越ししようと思ってたから19ってやってたんだけど、その19ってやってる間にもう現実の世界はカウントダウン終わってて、家族はもう年上げてた。私が DMM でカウントダウンしてる間に、こんにちは年女。来年は何年だろうね。牛、虎、虎年。虎年って誰がいるんだろう。 SK、 虎年のさ着ぐるみ可愛いくない？絶対可愛い。いいな。でも可愛かったけど今年の牛も。何年？うん、猿。あ、じゃあもうあれでいいじゃん、雨の動物園のやつで。確かに。たくさんの人の中、短い。24歳メンバー。え、24歳メンバー。そっか、絶対そっか。誰だろう、ゆずさんとか。今年じゃないの？あれ、ゆずさんっておしずし。わかんない。じゃあその次だから誰がいるんだ。佐藤かほさんとかが今年だったでしょ。冬ちゃん。ああ、冬ちゃんって誰と同い年なんだろう。あ、でも成人式してたから、ゆきさん、りょうなさん。めっちゃ眠い。ね、めっちゃ眠い。頭回らん。すごい。虎年っぽい。冬ちゃん以外。冬ちゃん以外虎年っぽい。え、冬ちゃんってもう24歳なの？え？ね。え、今何歳？冬ちゃんって23。え、そうなの？22かと思ってた。やば、すごいな。なんかさ、不思議じゃない？なんか同期だからさ、普通になんか同い年ぐらいの感覚で喋っちゃう。ね、わかる。なんか本当に。だって青海とかもさ、普通に生活してたら先輩だし。うん、学校とかに行ったら先輩です。20、さやかちゃんが20になって。早いね。逆に先輩はなんか年下なのびっくりしちゃう。面白い世界ですね。
遅いですね。でもさ、予定だと30分だけど、私は1時間半かかったの。ちょっと押してますね。時間配分ミスかもしれない。その前の人たちも押してそう。30分だから。こんにちは。ポニーテールっていいけどさ、なんか動画とか写真にすると坊主みたいになっちゃうから、あれだよ、前髪しかない人みたいになっちゃう。今度の公演何しようかな、髪型。ああ、みなのちゃんは頑張ってます、今。ざっくり言うと頑張ってますね。テールはたまに頭痛くなる。確かに。でも公園ってさ、髪の毛きつく結ぶから痛くなりがちだけど、でも私ずっとツインテールをさ、ギュンギュンにしてたからさ、なんか慣れちゃった。ハゲたけどね。ツインテールはちょっと髪が短い、まだ。ハゲたよねって言われた。私もやっと治ってきたんだけど。嘘でしょ。こんにちは。今何してるかというと、暇してるんですけど眠いです。頭皮引っ張ると小じわが目立たなくなるって言ってましたって先輩が言ってます。なんかさ、昨日 YouTube で見たんだけど、なんか1日70回だけな、ブラッシングすると顔がなんか引き締まるらしいよ。ヘッドスパの人がいてた。たい焼きありがとう。目覚めた。ちょっと最初の時って髪型固定だから、最初の髪型大事だよね。そうだよ。でもまあツインテールでよかったなとは思いますけど。こんにちは。そう、ブラッシングをねするとねいいらしいよ。でもブラッシングめっちゃしてたんだよね。いいらしいよ。よかったんじゃない。たい焼き1200ぐらい集まったって、すごい。あと800。道のりは長いですね。私も4時間しないと。4時間ショールームしないと。さっきね、なおさんに会ってね、あのなんだっけ、ナナダイヤモンドズのルハタなおさんに会ったんだけど、あのサインは郵送されたらしいです。だからいつかお家に届きます。サイン会のサイン、ちゃんと衣装着てた。研究生時代の髪型は自分で選べるの？私は選
選べなかったです。えなちゃんはどうでしたか？なんか下ろしてるのか、うん、結んでるのどっちが似合うか選ばれて、うん、なんか下ろしてる方がいいねって言われて、うん、じゃあ編み込みしよっかって。編み込みだったんだ。そうそうそう、前髪ベースは嫌ったの。なんかさ、ケンみたいな流れてるね。前髪ベースは嫌ったから、あんな変な髪になっちゃったんだけど、本当は2人こうだけ前、なんかこっから来てたんや。何が、なんかめっちゃ短かったイメージ、前髪。なんかおもろい前髪してた。確かに。時代の感じ。私も変な前髪してた。ガッチガチの、なんかこういう、ね、こういう前髪。でも前髪変えたくて伸ばしてるみたいな。前髪どうにかしたい。でも美容院には絶対行かない方がいいよ。変になっちゃうからね。2歳もなって、ね。あ、そうなんだ。あ、だからなんか前髪上げてた日か。そう、本当に私もやっちゃったこの間。あ、たい焼きありがとう。私はもともとなんかポニーテールになりそうになって、うん、でもなんかツインテールになった。中坂がポニーテールだった。うん、そういうこと。なんかさ、キュウキュの中半分に分けたらギリ若い方だったの、うん、だから多分なんか結んだ。難しいですね。そう、お家に届きます。メンバーの誰にたい焼きを送るの？え、私に送ってください。前髪でも今は本当にみんな薄い前髪が流行ってる気がする。なんか降ってきた。なんだこれ、すごい、ありがとう。今降ってくるよね。なんかさ、すごいアニメーションギフトみたいな、うん、すごい。たい焼きも動くし、全部地球回す。ナナダイヤモンドズの衣装かわいいよね。かわいい。なんか急に出てきたよね、あの衣装の人たちが。急に出会った。もしも マッシュルームカットって何？何それ？いつかめっちゃショートにしたい。いつかね。いつかね。とりあえず伸ばしたいけど。でもさ、黒髪でショートってちょっとさ、あれじゃない？なんか。確かに。リラックスするならさ。冷めたい。やばい、暇すぎて指遊び始めた。ちびまる子ちゃんってマッシュルームカットなのかな。え、あれはキノコぐらい。おかっぱ的な。あ、そうそう、それマッシュルームって結構短そう。あー、たい焼きがいっぱい。こんな頭皮しか映ってない配信も1000人見てくれたんだ、ありがとう。あ、マッシュってマッシュルームカットの略なの？え、そう。マッシュ、マッシュルームのマッシュ、え、そっから立ってんのマッシュって。もし、え、でもさ、形的にそうじゃない？え、そうなの？マッシュ。今マッシュ流行ってるよ。あ、そうなんだ。流行ってるのか。SK にいないよね、そんな。男の人じゃない。あ、そうなんだ。へー。マネージャーにもいない。マネージャーにもマッシュいないです。
あーやん、こんにちは。こんにちは。最近さ、ツイッターに毎回なんかあやめろみたいな、あやめろ、お疲れさんみたいなリプしてくる人いるんだよね。間違えてる。岡本です。カラス、久しぶりにマキコさんに会いました。カラス、なんかまだ明るいよね、うん、なんか最近めっちゃ明るい、びっくりした。夏が近づいてるから。夏の終わり、夏花火したいな。今年の夏は日焼けしない目標がある。無理かな。でも外にそんな出ないもんね。そう、明るくてびっくりしちゃう。こんにちは、こんにちは。何時からだっけあの配信。何時だ。なんかさ、30分から始まるよね。8時半かな今日。8時半。あ、そうか、公演あるからか。うん、私の時7時半の時期はする。もうカレンダー的には夏なのかな。もうまだ夏っていつからなんだろう。7、8、9月が夏。7、8じゃない。あ、じゃあ9月は何、秋。90、そっか、11、冬も。12が冬。12、1、2が。あ、確かに。冬で3、4、5が春で、6が梅雨。おお、なるほど、ぴったりだ。でイメージ、確かに梅雨が明けたら夏。今って梅雨まだ、まあ、でもまだ6月か。最近また雨多いよね。明日雨か。雨だった名古屋、調べたら。もう私自転車乗りたいから雨降らないでほしい。本日日焼け止め使い始めたって。遅ない？そうだね。もうでもね、やっぱ使うことが大事。でも私去年同じ人は、一昨年とか何も乗らないで言ってた家。嘘、日傘何にも、一昨年は本当になんか何も考えずに生きてた。マジ？なんかさ、しかもレッスン着で公園行って、レッスン着で書いてたし、なんかそう考えたら今成長したなって思うな。ちゃんと私服できてるもん、公演の日も。名古屋、明日は一日雨予報。今日の夜からなんか雨マークになってた。マジ？うん。あ、そうだよ、今年はなんか梅雨入りが早くて。早かった。で、なんか終わりは一緒なんだって、いつもと。へえ。長いらしい梅雨。ああ、雨って、雨好きな人っているのかな。でもなんかね、学校の先生に雨嫌いみたいな話をしてたら、うん、なんか雨がないと生きていかないよって。まあそっか。へえ、そうなんだ。じゃあ私の予定がない日に降ってほしいな。私でも昔から雨女なんだよね。保育園の遠足3年間雨だったし、小6小5の移動教室雨だったし。昨日外出た瞬間雨降ってきた。
え、私もさ、駅から出た瞬間雨降ってきた。え、同じタイミングかな、めっちゃ降ってた。なんか急にめっちゃ降ってきて。昨日じゃないか、あれ。私昨日日傘持ってたから日傘さした。いや昨日だ、めっちゃ急に降ってきた昨日。5時とか。え、そうそうそう、そのくらい。しかもさ、結構大粒で降ってこなかった。雨、本当に。修学旅行は雨だったし、スキー教室も雪だった。でも休憩の行事ってあんま雨降らない気がする。でもティーンズユニットのライブ雨だった。 SKE、 でも SKE のさ、だってこの間6期のゼップも雨降ってたらしいよ。なんかすごくない？なんか感動しちゃった、この間の雨降ってるって聞いて感動しちゃった。K2 の大富豪ライブの日も雨降ってた。嘘よ。長くない？ね。ちるなさんって雨女だったんだ、意外。ちょっとあれこれ考えすぎる、昔のもとだけだった。滑れないからってなんか歌詞めっちゃ良くない、うん、なんかさ、昔っていうかその滑り台から始まったっていうか、歌ってる時にさ、青がで、うん、なんか悩んと歌詞の意味考えて、このフレーズは誰にやってたものだみたいな、うん、ちゃんと私たちのことを見て、うん、一人一人キューキューのメンバーに当ててフレーズ言ってるんだみたいな当てはめてた。1時間ほど長になってしまう。ここはなんか、ももたんだって、ももたんに向けたやつだって、勝手にね。こんにちは、こんにちは。ビギナーだ。お腹すいたのでたい焼きください。滑る滑る。こういう内フラグね。こういう内フラグ終了のお知らせ。あ、ありがとうございました。滑り台からの衣装ないよね。ない。だから3日後の時なんか制服、水色の制服だった。そうなんですよね、休憩の衣装はない。あ、合うんだ、これするくらい笑い声するね。わかりやすいね。こんな遠くにいても笑い声わかる。たい焼きありがとうございます。あやは領域展開なんですか。領域展開ってこれ、こうだっけ、領域展開。知らない、なん、ごめんなさい、知りません。知ったかした、今呪術回戦。あ、そうなんだ。呪術回戦も2話まで見た。あ、いた。あ、もう遅すぎて寝るとこだったよ。あ、よかった。でもなんか、あうの笑い声で、あ、来た。本当にずっと聞こえた。本当よかった。よかった、よくわかんないけどね。疲れちゃった。眠いよ。寝るのも眠いよ。お疲れ様です、皆さん。帰ってきたよ。帰ってきたよ。眠たい。寝るとこだった。
おつずっと喋ってたのね。これオルさんも持ってた流行ってるんだよ。びっくりしたもん、入ったらすぐさ置いてあって、これがえぇ、ー、と思って。私かな、流行ってるみたい。マオさんも食べてる。あ、そうなんだ、流行りなんだね。おすすめです。だけ、あ、いいんだ。だけだけすること終わり、終わりますか。それできたの？そうだよ。寒そう。寒くないさ。全然。私のペアル、今日のファッションコーデは。私のペアル。いや。マジでそれ。びっくりした今あった時。寒いよ絶対。そう、寒いかな。寒いだろうなと思って上着着てきた。でも今日30度って書いてあった。今日暑かった。いけると思って来ちゃった。やねん、やねん。時間見ていい？あ、じゃあ、あと6分だから、あと6分で終わる。え、それもうさ、どれかな、テレ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 みたいなのあったよね。やばすぎる。すごい覚えてる。難しいんだけど、意外と覚えてましたね。どれくらいだったと思って。そうだよ、大人びた夜だけ、夜だけ見えたり。あと3分で終わります。その先は未経験、背伸びをして生きてるの。やめて、そんな声で歌わないの。背伸びをして、まあ、あわめて出ないんだけどね。それな。
残念ながらね。キレがすごい、今ので。そう、キレすごかった。キレすごい。全然ちゃんと撮ってないけどね。本番見に来てよ、だから。まだね、申し込み始まってないから。始まってないんだ。だって7月だよね。そう。誰でも来れちゃいます。誰でも来れちゃいます。打ち上げ花じゃせつせてじゃんじゃん、懐かしいんだけどね。ワンツーワン、え、なんだっけ、終わりがわかんない。ワンエーツーエンシーエンドエンファイシックセブンファイみたいな話だよね。ファイ細かいよ、青がマジで価値怖かい。なんか円でやるみたいな。円。夏祭りの夜に。日が出るた。昨日こと。あと1分だよ。なやのこと滝打ちって呼んでいいですか？どうぞ。なんで確認する。どうぞどうぞ。滝打ちいいね。今のも滝打ちって呼ぼう。竹みっちみたいだね。なんかそれ知ってる。あれだよ、リベンジャーズ。なんか主人公ルカさんが言ってた。主人公になっちゃうなよ、竹内。楽しかったです。二人とも頑張ってください。えなちゃんのことも応援してください。えなちゃんもいます。えなちゃん映ってないけどいます。えなちゃんね、疲れてる。眠いの。えなのも眠い。ある。お腹減ってきた、えぐい。じゃあこっちで終わるか。Everybody you 本当に。バイバイ。たい焼きちゃんと集めた？たい焼き投げ忘れた人いないですか？もういいですか。今だよ。何時間やってんのこれ？ね、思った。ちょうどね、公演も始まるし。確かに。寝れた。バイバイ。中坂の生誕祭。え、ヤカちゃん頑張ってね。見てね。あ、たい焼きありがとう、最後の最後に。バイバイ。バイバイ。あ、たい焼きありがとう。終わり。ありがとう。あ、たい焼きありがとう。あ、たい焼きだ。たい焼き投げ忘れてたみたいなね。よかった。投げ忘れて、忘れずにいけて。あ、チャイナドレス帰ってくれてありますか？まだ返してないね。次のシングルまでにお願いします。ま た、ね、すね、また1年後。1年シングル出ないの。悲しい。それじゃあ、またありがとうございます。